は一体。何が起こってるんだ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。ここ私の家ですよ。さくらの家だが、この異様な容器は。見てください、清十郎さん、テートが燃えています。何？テートがまさかコーマに襲われているのか。だけどこんなこと、テート全域が戦場になってるじゃないか。もしかしてここ。ううん、今は。過去のテートなのか。間違いありません。これは過去の私の家。そしてこのテートの戦いの激しさは、もしかしてコーマ大戦の時なんじゃ。コーマ大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木。あれは確か。はい、コーマに傷つけられたはずの桜の木がまだ。ということは本当にコーマ大戦が起きた時のテート、ゲントが接近した影響なのか。信じられない。コーマ大戦時のテート、本当にそうなら。さくら、動くのは危険だ。戻れ。お母さんが、お母さんが生きてるかもしれない。お母さん。誰？本当にお母さん、お母さんに会えた。さくら、 あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。ひなたさん、あなたはまさか清十郎くん。それじゃ本当に。そうだよ、さくらだよ、お母さん。さくら、こんなに大きくなって。でもどうしてこんな奇跡みたいなことがあるなんて。俺にも分かりません。ゲントとテートが接近した影響だとは思いますが。ゲント、そうよ。テートはこの戦いの後どうなったの？それは。経験のおかげで平和になりました。そう、経験の力でテートは平和を取り戻したのね。ですが、そのために日向さんが。そんな顔しないで。私はもう覚悟してるんだから。よかったわ。私の命はちゃんとみんなを守った。はい。よくないよ。さくら、提言を作っちゃダメだよ。お母さん死んじゃうんだよ。ほら、私大きくなったでしょ。一緒に暮らそうよ。私と生きてよ。お願いだよ、お母さん。
ごめんね。寂しい思いをさせたわね。でも、私は命を懸けるわ。鉄管さんと一緒に。平家を作る。お母さん。私はね、大切な人たちの住むこの帝都を守りたいの。なんて、ちょっと綺麗すぎるかな。私は、あなたの未来を守りたいだけ、なのかも。私の、未来を。いつかあなたに子供ができたとき、この気持ちが、わかると思うわ。あなたを守るためだったら、お母さんは何だってしちゃうの。絶対に子供の未来を諦めたりしないのよ。お母さん。私は今ここで、なすべきことをするわ。あなたは、あなたの世界でなすべきことをなさい。大切な人を守りなさい。でも、でも！しっかりしなさい。あなたの世界には、あなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。清十郎くん、これからもさくらを頼むわね。さくらと共に平和を守り続けます。だから安心してください。私も清十郎さんと一緒にみんなを、帝都を守る。お母さんが私にくれた未来を絶対に守り抜いてみせるよ。ええ、信じているわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた。この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん、綺麗になったわね、さくら。お母さん。さくら、私の愛しい娘、さあ行きなさい。そして人生を悔いなく精一杯生きるのよ。うん、私、天国のお母さんに笑顔になってもらえるよ。しっかり生きるから。だからずっと見守っててね。さよなら、お母さん。
がとう。あなたがそう思ってくれるから今の私がいる。その気持ち絶対に忘れないでね。さくら、早くオーブに乗るんだ。もうこの空間は持たないぞ。はい。ついにゲント復活の時、コーマ王様、ようやくお会いできますぞ。滅びよ帝都よ、世界よ。未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマ王様、我に世界を滅ぼす力を。しないの。行くぞみんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。出かけりゃいいってもんじゃねえさ。同意。必ずどこかに隙ができる。
でも時間はあまりないわ。ゲントは今も近づいている。やりましょう、聖十郎さん。私たちがテートを、世界を守るんです。ああ、必ず守ってみせる。神山君、原案につながる黒い管が見える？どうやらあの骨幹を伝って高魔王の力が原案に注がれているようですわ。まずはあの骨幹を断ち切って高魔王からの力の供給を断ちなさい。了解です。この状態でコーマに襲われたらおしまいだ。早く合流しないと。しかしこのまま原案に向かっても同じことの繰り返しだ。一体どうすれば。神山君、夜叉の時と同じよ。コーマ王の力が攻撃を防ぐ障壁になっていますわ。なるほどな。じゃあまた私がぶっ壊してやるか。ダメだ、ハツコ。それだけは絶対にダメだ。そうだったな。悪かったよ、神山。落ち着きなさい、神山君。原案の障壁を打ち消す方法はあるわ。かつてゲントを封印した定剣を使った絶海の儀式、北斗七星の陣を行います。北斗七星の陣。10年前のあの戦いのようにゲントを封印できれば、流れ込んでくる高魔王の力を遮断して原案を無力化できるはずですわ。でも封印に使うお母さんの剣、定剣は原案に奪われたままです。定剣は破壊と混乱を呼ぶものではなく、平和と未来をもたらすための剣。その時が来れば必ず定剣は力を貸してくれますわ。あなたのお母様が剣に込めた思いを信じるのよ。はい、やりましょう。ゲントを封じ込めれば私たちの勝ちです。決死の戦いでも、ちゃんと生きて帰る。そうね、必ず。定撃でまた会いましょう。燃えてきたぜ、帝国歌劇団花組の力を見せてやる。行くぞみんな。これより北斗七星の陣を展開する。ゲントをもう一度封印し原案を倒すんだ。了解。北斗七星の陣を行うためには7つの星を作る必要があります。この地で霊力を増強できる場所、特異。そこで
みんなの霊力を爆発させるのよ。七つの極意で、まずはそこを目指すということか。超両断、生きれるか。てはっ。超両断、生きれるか。超両断。幸いにも4人は得意点のある地にいるわ。神山くん、彼女たちの元に行き、七星をつなぐ聖団を作り上げるのよ。了解。クラリス、よかった、無事だったか。話は聞いていたな。木遺点へ霊力を注ぎ込み、聖団を作るぞ。はい、任せてください。私の力で未来を紡ぎます。神山くん、まずは周囲の敵を全て倒して得意点を探し出してちょうだい。得意点が見つかったら、その中心で霊力を注ぎ込むのよ。わかりました。行くぞ。コーマを殲滅するんだ。了解。二刀両断、生きれるか。行くぞ。二刀両断、生きれるか。平均戦力の 30% を撃破。神山さん、その調子やで。何やら企んでいるようだ。無駄なあがきよ。敵を殲滅、先に進むぞ。いやー、ちょ、はい、なんだこれは。それはゲントの汚れ。この地がコーマ王によって侵食されている証ですわ。神山くん、クラリスさん、気をつけて進んでちょうだい。神山さん、今まで私は何かを成すためなら命を懸けても構わないと思っていました。でも夜叉との戦いで力尽きた時、初めて死にたくないと思ったんです。クラリス、黒人劇。10年前にも随分苦しめられたわ。コーマ王様のお力が貴様たちを滅ぼす。せいぜいあがいてみせるがいい。もう花組のみんなと過ごせないかと思った。私、涙が止まりませんでした。させたくない。だから私は戦います。みんなが笑顔で生きていく世界を、それこそが私の戦う理由です。生きれるか。神山さん、もうちょい。行くぞみんな、最後まで言う。はい、行きます。はい、はい、はい、よっ、あよっ、いやー、はい、行くぞ。闇を切り裂く
ズの刃。みんなが笑顔できる世界、それこそ帝国歌劇団が守るべきもの。行くぞクラリス、絶対に勝利するんだ。集中させてください。ここが得意点。確かに何か強い波動を感じます。行きます。北斗の星よ輝け。得意点での力の解放を確認しました。成功です。この光の柱は、これは北斗の星か。神山さん、ここは任せて、早く次の得意点へ向かってください。分かった、頼んだぞクライス。一つ目の得意点は活性に成功した。次はここだ。承知、アザミに任せて。勝利は必勝。いざ参る。ねえ聖十郎、帝国歌劇団に来てよかったと思う？こんな時にどうしたんだ。こんな時だから行きたい。花組の隊長になってよかった。はい、もちろんよかった。アザミも帝国花組と聖十郎のおかげで。帝国歌劇団絶対になくさせない。原案創設になんか負けられない。ああ、その通りだ。人々の未来への道を守るため、俺たちは絶対に勝つ。50%、 あと半分です。遅い。参る。やった。殲滅率 80% を突破しました。了解、もう少しだ。みんな気合を入れていくぞ。
こしゃくな奴らよ、無様な姿を晒すがよい。あっ、よっ、いけ。でも遅くはない。ひざまず許しを乞うなら命だけは助けてやろう。我に戦いを挑んだ勇気をたたえ、世界統一過激団、いや魔の過激団の一員としてな。生きれるか、同様だ。生きれるか、生きれるか、生きれるか、やった。生きれるか、生きれるか、敵の殲滅を確認。得意点を見つけ出して聖壇を立ててください。アザミにお任せ。成功や、得意点が解放されたで。この星はアザミが守る。だから聖十郎は早く次の得意点へ行って。わかった、アザミ、ここは頼んだ。5箇所か。花組が一人一つの聖壇を作るとしたら、7つの得意点を輝かせることは数的に不可能だ。あの光、あれは北斗の星か。でも一体誰が。ベルリン歌劇団参上。得意点に到着、聖壇の構築に成功しました。エリスさん、マルガレーテさん、よくご無事で。我らベルリン歌劇団に敗北はないと言いたいところだが、あの不思議な光が力を貸してくれなければ危ないところだった。とても強く気高い光だったよ。助けられたな。助けられたって、今日は随分素直に認めるんですね。あるのはただ使命、歌劇団として誰かを守るという意志だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点に急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。遅い。はい、ほら、これでも。オラー、コーマなんざぶっ飛ばしてやる。ハツコ、待たせたな。準備はいいか。バッチリだぜ、神山。ついにハツホちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。3つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ女が腐るぜ。まあ神山、あんたと初めて会ったね。私たちすげえ弱かったよな。天ダメだった私たちが頑張れたのあんたのおかげだと思う。それだけじゃ、テートの人たちにはすごく支えられてきたんだ。生きれるか、生きれるか、行くぞ。生きれるか。打ちても打ち込んでも頑張れって応援してるって言ってくれた。そんな温かい思いに見守られて私たちは強くなれたんだ。だから私にとってテートに住むみんなは家族だ。守んなきゃいけねえよな。命張ってでもよ。
初歩らしいな。だが俺も同じ思いだ。今こそ帝都のみんなにもらった恩に応える時だ。勝利して平和を守り抜く。生きれるか、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 そこだ、生きれるか、生きれるか、全然やった。異常両断、生きれるか、生きれるか、異常両断、異常両断、生きれるか。殲滅率 50% を確認。エデ、はい、はい、そーらい、ほっ、はぁ、ほっ、せっ、やぁ、せっ、せっ、いくぞ、せっ、うっ、押し切るぞ。元と降臨まであとわず、貴様らとの戯れも終わりだ。さっ、飛んでけー。せっ、あれ、これでどうだ。ほら、はぁ、ほら、はぁ、ほら、ほら、ほら、早く7つの星を完成させないと。あの光はもしかして、ロンドン歌劇団参上。アーサー、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。サクラたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。ああ、わかった、任せたぞ、ロンドン歌劇団。行くぞ。行くぞ。ほら。へっと。ふっ。は。ほっ。は。あ、いいよ。帝国歌劇団。行くぞ。闇を切り裂く。迅速の矢が帝都、この国を、この星を我らのものとなるのだ。生きれるか、異常両断、大丈夫、異常両断、生きれるか、これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る、てめえは先へ進め。分かった、ここは頼んだぞ。発動。